しゃいませ。ゆっくり見ていってくださいね。ありがとうございました。またお越しください。武蔵、待ちかねたよ。約束通り、君に最高の死を送ろう。少子、生きて帰るつもりならなぜ鞘を捨てた。幼稚な挑発、必死だね。必死だよ。跳ねるかい。そこで綺麗に捕らえたよ。ツバメ返し。人を生かす剣、僕が破れるだなんて。巌流島で敗れて以来、小次郎は宮本武蔵との再戦を待ち望んでいた。この頃、天下の情勢は風雲急を告げていた。ついに徳川家康は大阪討伐の軍を起こす。これに対し真田幸村は義と友情を貫き大阪へ入城。その幸村を助けようと武蔵も豊臣方につく。武蔵と再び戦う。その目的を果たすため、小次郎は大阪城の行為に加わった。巌流島はすごかったよ。今日は借りを返してあげる。第5話、大阪の陣。君の剣、僕は超える。この日に戦国を終焉させ太平の世を築く。これが最後の戦ぞ。スネイ、いざ戦場に進む。武蔵、水色のどこかに巌流島が続々と敵を迎え、大阪城に近づけるな。そのままの
こと見事なでしょう。いざ慎重に勝負。ダメなんだ。早く出てきてよ。押して参る。
敵将綺麗に打ってあげたよ。おお、よくやった。敵将を砲撃する、準備せよ。その前に大筒を破壊するまで。そうはさせん。大筒に敵を近づけるな。まだまだ切ってあげなきゃ。きれいに切ってあげたよ。まこと見事な武者ぶりよ。この国の最後ならば命を惜しむな。顔を惜しめ。全軍総力で打って出よう。
だまだ切ってあげます。Ha ha ha ha!
けられない。切らせてやらねば。名のある武士とお見受けいたせ。
ことじゃ。何とぞ援軍を。敵将きれいに知ってあげたよ。見事つかまつったり。時間は稼げた。今頃秀頼様は。秀頼を逃しては天下が収まらぬ。勝つ方法は一つよりない。目指すは家康の首のみ。参る。炎の匂いがする。心の底の信念に気づいた。綺麗だよ雪村、僕が綺麗に散らしてあげる。すまない、助かった。いざ尋常に勝負。わしの戦国の狼は犬になれない。もうなんて、やっぱり君を切らないと今日での気持ちは回らない。無念深いだろうな。まだ生きてたのっていうか、生かされてたの。君の心に燃え残る大事なもの。でも、君はそれに気づく人間だったのに。かわいい。大事なものごと来てあげる。Yeah!
敵将きれいに切ってあげたよ。まこと見事な武者ぶりよ。今は出ようとも信念は古今わしを苦しめたは信玄公のほか雪村のみ。まこと真田日の本一のつわものなり。これでおしまい。そんなかわいそうだよ。まだまだ切ってあげないといけない人がいるのに、どうしてあげればいいの？ねえ武蔵、教えて。出てきてよ武蔵、そして僕と切り合おうよ。慈悲喜捨、四つの心。俺がここにいんのも捨の心がねえからだな。まだ小次郎に剣で思い伝えられてねえのも。武蔵、待っててくれたんだよ。てめえが悲しくてほっとけねえんだよ。小次郎、最後の勝負だ。とうとう君に最高の死をあげられたね。ねえ武蔵、武蔵、武蔵、いなくなったの。ああ、これが